にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、栃木県に来ております。栃木県の那須塩原の柏屋旅館さんという旅館に本日は宿泊いたします。もう夏も終わりでね、また最後に夏らしいこともしたかったんですけれども、結構コスパのいいお宿さんをたまたま見つけまして、そちらにぜひ泊まってみたいということもありまして、本日は栃木県に来ております。そしていつものように、チェックインまで時間がありますので、少しだけ観光してからチェックインできたらいいなというふうに思っております。もう国道4号線が快適で快適で、ずっと信号なくてね、60キロペースでずっと走れてますよこれ。あと1時間半から2時間くらいで、第一目的地着きますので、それまではまったりとドライブで楽しみます。てい、小雨が少し降ってきましたね。相変わらずの雨男ぶりを発揮しておりますけれども、今から向かう第一目的地なんですけれども、おしらじの滝という、SNS 映えで一時有名になった滝らしいんですけれども、幻の滝と言われていて、もう実際行ってみないと見れるかどうかわからない、前日の、雨降ったか降ってないかっていうのが大事みたいで、それでね、まあ昨日雨降ってるっぽいんで見れるとは思ってるんですけれども、見れたらいいな。残り3、40分で到着します。雨が強くなってきました。さらにこの道は以前小滝高専来た時も通りましたよ。これも多分すぐ小滝高専っすね。またこの道か、山道すごいぞこれきっと。小滝高専入り口ここだ。休憩です。山の駅高原です。やってなかったですね、お店が。入りたかったな。アイスクリーム売ってるんだな。ソフトクリームか。のどかですよ、のどか、すごくのどか。人気ありますね、たくさん車止まってますよ。空気がうまい。この山の駅からもうすぐ、おしらじの滝なので、次のシーンは駐車場でお会いしましょう。おしらじの滝駐車場着きました。1台だけ車止まってますね。では向かいます。熊の目撃情報があったらしくてですね、一応武器と強烈なライトは持参しております。楽しみですね、滝見れるかな。なかなか険しい道ですね、これは。これはすごいよ、道。絶対に靴を履いてきてください。ここはぬかるんでるからなかなか危ないね。おお、すごっ。おお、滑りますね。石が滑るよ。これ、ほんと帰りのこと考えると、思いやられるぞ、これ。おお、しょ。聞こえますか?さーって音が。さーって音が聞こえるんですよ。これはもしかして、見れちゃうかな?これ滝の音ですよね、間違いなく。さあ、もう着きますよ。着きました。果たして、幻の滝見ることができるでしょうか。どうだ、見れた。こんな見れると思わなかった。超綺麗、これは綺麗。来てよかった。見事なまでのエメラルドグリーン。すげえ綺麗。
この先は行くことできないですけどね。川の水触りたくなる。いかがでした？おしらじの滝すごく綺麗だった。カメラ越しでも伝わったはずですね。それでは戻ります。見てこのしんどさ伝わるかな。これもカメラ越しで伝わりますよね。帰りしんどい。これ運動不足が。はい、汗びしょびしょです。ここから約20分ぐらいで旅館なんですけど、まだ2時前なので、温泉街の方を少し観光してから旅館にまた向かいます。暑い。これは結構険しいですね。この山道、初めは道広いなって思ってたけど、かなり険しいのでゆっくり走らないと危ない。本当に対向車来たら、ああほら事故ってるもん。あ、違う、木が倒れてるんだ。ようやく山道抜けました。長かった。そして見えてきました、塩原温泉郷。ゆっぽの里、毎回ここ来てますね。そして毎回この廃墟を見てます。このスーパー昔からあるよな。ここに来たら必ず温泉を飲むんですよ。これです。これ陰泉堂。コップがあるので、あれ、いただきます。すごいよ、見てこんなの。あんまごくごくは飲めないけど、うんうん、よくわからない。うん、キノコだよねこれ。削り取りたい。これすごい生え方してるな。裏側にも生えてました。なんか硬そうじゃない？すごく硬いっすね。美味しそう、パリパリしてて。ゆっぽの里出ました。まだあそこの足湯一度も入ったことないんですよね。まだ時間早いので塩原温泉郷をドライブしつつ、あの吊り橋行こうかな。着きました。こんなに川綺麗だったっけ。すごく透き通ってます。そして向かいに露天風呂あるんですよ。下まで来ました。先ほど川の水は触れなかったのでここで触っておきます。足つけたいけどね。あ、冷たい、すげえ冷たい。これは気持ちいい。冷たー。はい、というわけで、宿のチェックイン時間が迫ってまいりまして、こちらの動画もだいぶ長くなってきたので観光編はここまでにしておいて、この後はお宿さんですね、柏屋旅館さん編をお送りしたいと思います。続きは概要欄 URL よりぜひご覧いただけたら嬉しいです。ちなみに向かいにあった露天風呂ですけど結構丸見えなんですけどね、入ってる方いますね。前来た時やってなかった気がするんだけど今日は入ってらっしゃいますね。
ではこの後の後編でお会いしましょう。バイバーイ。急にまたね、温泉郷が出てきました。びっくりした。しかもね、衝撃なんですが、嘘でしょこれ。超広いんですけど、びっくりすぎて言葉になりませんでしたよ。それではご覧ください。雷帝の湯です。